D1 参戦車両全日本プロドリフト選手権は2001年に開催され、翌2002年より名称が D1 グランプリとなっているドリフト走行の技術を競うモータースポーツの選手権である。通称 D1 グランプリ。主催は株式会社 D1 コーポレーション。2009年よりグランツーリスモが冠スポンサーとなりシリーズ名が グランツーリスモ D1GP シリーズ2010年より大会名が D1GP インターナショナルドリフトチャンピオンシップとなる単に速さを競う一般的なモータースポーツとは異なりドリフト走行における迫力や芸術性をポイント化し競うシリーズ戦で争われ2003年からは海外でも開催されているグランプリということでシリーズが。 賞金獲得か、ギャラリー動員されており、現在では、全国数万人のドリフターたちの頂点を争う、大会となっている。ドリフトがどれだけ上手くてもその先はない。だったら、ドリフトで飯を食えるように、プロ化にしようという意図で開催された。土屋曰く、最初のうちは、オプションや、V オプトでの仕事の圧旋も考えていたが、お金を払ってみる価値ができたという理由による。 フォーミュラレースやツーリングカーレースなどのトップカテゴリーとは異なり、出場者の大多数が、レーシングドライバー専業ではなく、自営業や会社員として働きながら、シリーズに参戦していることが特徴である。スーパー GT などで活躍する、プロレーシングドライバーの片岡達也が参戦したことも、ある。株式会社 D1 コーポレーションが発行する、モータースポーツライセンスである。 D1 ライセンスを取得しなければならない。ライセンス規定は年によってかなり流動的に変更されており、2015年現在は以下のような区分となっている。なお詳細な発給条件については公式サイトの解説を参照のこと。以前はサンプロス主催のイカス走りやチーム天国で優秀な成績を収めたものなどにもライセンスが発給されていたが、 ハイカテゴリーの整備が進んだ結果、現在では D1 地方線 D1SLD1GP というステップアップの図式がほぼ固まっている。D1 ライセンスの取得に際し、従来年齢や運転免許の有無等による制限は行われていなかった。実際過去に D1SL では16歳のドライバーが出場した例がある。しかし2013年からライセンス発行時に、 運転免許の所持確認が義務付けられたため、今後は18歳未満の人間や運転免許を持たない人間の参加は原則不可能になる。一方で、ドリフトマッスルと異なり、2013年時点では JAF の公認を受けていないため、競技参加に JAF ライセンスの所持は不要である。なお、一般行動にて暴走行為を行うなど、 社会的違法行為に及んだものなどについては、ライセンスが剥奪されるとしているため、暴走族等の参加は厳しく規制されている。2014年から JAF の巡行人協議として認定された関係もあり、全体的な車両レギュレーションがそれ以前よりも細分化及び厳密化している。それに伴い努力として、モーターを使用する電気自動車に関する規定なども追加されている。 2010年までは、土屋圭一、鈴木学が審査を担当。各走行にポイントを割り振り、その得点を用いて、順位や勝者を決定する。審査席から見にくい場所でのドリフトの戻り、ライン取り、プッシングなどを判定する元 D1 ドライバー紙、本樹が副審査員として旗を持つ。2004年までは、オリド・マナブを加えた3人で審査を行い、3人の 審査員の平均得点で勝負が決まっていた。2005年からウリド・マブが選手に転校し、土屋慶一と鈴木学で審査を行った。コース脇に副審査員を配して接触やアンダーステアなどの確認を行う。2005年以降審査員が二人体制となってからは、鈴木学は単層の審査に関わっていないことがオフィシャルブックによって公開されている。 彼が行うものは、単層1から3本目の得点、侵入速度がすべて一緒だった時の順位付けと、追走トーナメントの、第3から4位、第5から8位、第9から16位それぞれの順位決定の2カ所である。ただし、前者は一度も適用例がない。2009年からは審査員が、土屋慶一、稲田大二郎、神、本樹、山地慎一の4名となり、単層は、 各審査員の平均得点、追走は合算で行われるようになった。そして、追走審査において、合算した結果、差が0.5以下であった場合は、サドンですとなる。土屋が2010年限りで、D1 から離れたため、2011年からは、審査体制を大幅に変更。基本は5人の審判員のうち最高得点と、 最低得点を出した二人の得点を除いた三人分の得点を平均したものを審査得点とすることになった。審査員は神本がチーフに昇格し、残る四人は山地真一、飯田明、山田英二というプロドライバー三名に雑誌、ドリフト天国編集長の川崎隆介という体制になる。2012年からは単層においてドスと呼ばれる。 機械式の採点システムが導入された。これは GPS と角速度センサーを用いて車の動きを数値化し自動的に採点を行うもので2009年から3年がかりで開発が進められており2011年にも試験的に導入され大きな問題が出なかったことから本格投入に踏み切った。本システムについて鈴木学はカラオケの採点のような 面白さがあると語っている。2013年からは予選及び単層ファイナルでは、ドス採点のみで審査を行っている。このためこれまでとは違い、ドス採点と審査員加点によって100点を超える点数が出る場合もある。2019年からは、クリッピングゾーンが追加され、ゾーン不通化による減点が行われるようになった。1点1回戦に、 トーナメントドス導入以前の単走では、コーナーへの侵入スピード、角度、ラインそしてどれだけ危険に迫ることができたかが審査のポイントになった。追走では、相手よりもすごい走りができたかがポイントとなり、単走でのポイントよりも重視される。スピン、アンダーステアはノーポイント。土屋慶一が審査委員長を務めていた頃は、炭素、追走ともに審査基準が 以下のように年々変わった。最終更新日は2020年シーズン終了後です。単層優勝も含まれています。2021年開幕戦時点での情報を記載する以下に主な大会記録を示す初代イメージガールユニット。2007年以前にもイメージガールが存在したが、この年以降この D サインという名称が定着していった。 歴代メンバー申請イメージガールユニットが発足。読みは。テレビや雑誌広告、ニコ生配信など、メディア露出を中心にプロモーションしている。タレント、現役レースクイーン、元レースクイーン、新人等バラエティ豊かなメンバーで構成されている。メンバー2017年2018年。ありがとうございます。